デジタルデビルサガーアバタールチューナーはアトラスより発売されている RPG のシリーズ作品女神転生シリーズの派生作品本作は新女神転生3と並行して進められていた新女神転生プロジェクトで従来のシリーズの続編ではない完全新作として開発された女神転生といえば悪魔合体や悪魔との会話といったシステムの RPG であるが、今作では、悪魔合体、仲間システムをなくし、プレイヤーキャラが自ら悪魔に変身するというスタイルを取っている。戦闘は、新、女神転生3と同じプレスターン方式。加えて、複数キャラによる、合体技である、リンケージ、敵のオビえ状態とそれに関わる反と属性攻撃、未変身での銃撃属性といった存在が、 戦略にさらなる幅を持たせている。板野一郎を演出によるフルボイスのムービーが随所に挿入され、メガテンシリーズ未体験のユーザーにも楽しめるような作りとなっている反面、戦闘の難易度は総じて高く、終盤のボス戦や隠しボス戦は周到な準備と緻密な戦略が要求される。インド神話と仏教の思想が物語の土台となっていて、 プレイヤーたちの変身後の悪魔の名前や作中に登場する用語などにも色濃く現れている。略称は、ダサッと。日本国外版でのタイトルは、新女神転生、デジタルデビルサーガ。一のストーリー2025年。サーフ率いるトライブ、エンブリオンは、ジャンクヤードでいつ果てるとも知らぬ戦いの毎日を送っていた。彼らは戦う意味を知らない。 色を宿さぬ瞳で黙々と構想を繰り返す。ただ一つの目的は、すべてのトライブを倒し、ニルバーナへと進むこと。しかし、機械的とさえ言える、その日々は突然変化する。ある日、サーフたちは別トライブとの戦闘後に、謎の記憶喪失の少女、セラを保護する。ジャンクヤードでは見たこともない黒い髪の色をした彼女は、空から突然、謎の物体と共にやってきた。 セラと同時にやってきたその物体は、謎の光を放ち、ジャンクヤードの住人の体を貫いていく。オムマニパドメハムサーフの脳に浮かぶ、謎の言葉。クライいクくせ、バルなサーフたちは、悪魔の力を手に入れ、同時に瞳に、色が宿った。彼らはやがて人としての心を持ち、それゆえに悩んでいく。そして悪魔となった彼らは、クラい合わなければ生きていけない。時を置かず、 ジャンクヤードを管理するカルマ教会は黒髪の少女を連れジャンクヤードの覇者となったトライブにのみニルバーナはその門を開くという新しく掟を交付する各種手自体はセラをめぐる構想へと発展していく一のゲームシステムスキル新女神転生3同様に魔法や特殊攻撃は全てスキルと呼ばれている本作では習得したスキルは忘れることはなく メニュー時に自由にセットすることが可能となっている。1のスタッフ多くの謎を残したまま終了した前作の続編であり、本シリーズの完結編。前作からのセーブデータ継承によりアイテムや習得スキルに得点が受けられる。2のストーリー2025年、ジャンクヤードでの戦いを制覇した後、原因不明の事象により新しい世界に飛ばされたサーフたち。 そこがニルバーナなのかどうかもわからない。しかし、楽園を夢見ていた彼らの目の前に広がっていたのは、無残な廃墟と化した都市であった。そこでは、カルマ協会と呼ばれる組織が弱者を支配しており、その状況は、楽園とはほど遠いものだった。困惑するサーフたち。そんな彼らは反カルマ協会の地下組織、ローカパーラのリーダーであるロワルドと出会う。二の、 ゲームシステム2のスタッフ2014年のアメリカを舞台にした小説シリーズ。メディアワークス間の攻略本、デジタルデビルサガアバタールチューナーザ、マスターガイドアイ、デジタルデビルサガアバタールチューナーザ、マスターガイド2に、前編、後編が収録された。原案の5代、ユー自ら書き下ろした短編。アサインメンツ攻略後という設定のオリジナルストーリー。富士見書房館の ファンタジアバトルロイヤル2004年秋号に掲載。以前は5代の公式サイトで閲覧できたが、現在はサイトが閉鎖になっているため、閲覧不可である。原案の5代優による書き下ろし小説シリーズ。煉獄編、変土編、楽園編の3編で10年の月日を得て構成された。2011年2月より各月で、早川文庫 JA から前後間刊行された。 ゲーム本編とは、設定や展開に変化を加えてある。アバタールチューナー一 i s b n 九百七十八から四から十五から零三一零二二から六アバタールチューナー2 i s b n 九百七十八から四から十五から零三一零二九から五アバタールチューナー三 i s b n 九百七十八から四から十五から零三一零三八から七 アバタールチューナー 4ISBN978 から4から15から031044から8アバタールチューナー 5ISBN978 から4から15から031048から62006年12月7日にアトラスモバイルコンテンツのメガテンアルファ用のソフトとして配信された携帯電話アプリ月額315円で他のアプリケーション同様にダウンロードして プレイすることができる。同社の携帯電話ゲームとしては、初の 903i シリーズ専用の大容量メガゲームで、3D ポリゴムを使用している。i ア,アプリ版のタイトル画面では、デジタルデビルサガアバタールチューナーモバイルと表記されている。2007年4月18日より、ヤフー携帯用の S アプリとしても配信開始された。こちらは525円の落とし切り。 2007年9月13日よりスウェブ向けのブルーアプリとしても配信開始。こちらも525円の落とし切り。システム的にはプレスターンバトルやマントラシステムによる自由度の高い育成といった PS2 版でお馴染みの要素を継承しているがアレンジが加えられている。上記の完全版。プレビュー版は15回まで終了だったが、 完全版は15回からエンディングまで進行する。プレビュー版には登場しなかったキャラクターヒートも登場。その他にもゲーム速度の改善、ステータスの回復が行える回復端末やアイテムの売買ができるベンダーの設置、どこでもセーブできる簡易セーブ機能の追加などが行われている。プレビュー版からのクリアデータの継承も可能。プレビュー版は月額315円だったが、 完全版は、売り切りアプリになり525円で、ダウンロードできるようになった。なお、ダウンロード容量が非常に大きいため SD、メモリーカードが必要になっており、パケ放題への加入が推奨されている。S アプリ版と EG アプリ版はタイトルに、完全版とついていないが、完全版の仕様となっている。ゲームソフトの発売直前に、アトラスのラジオ番組、 アトラスプレゼンツめぐみゆうの神楽坂ハッピーチューナーにて、前後話のラジオドラマが放送された。序盤から中盤までを追うストーリーとなっており、ゲーム本編では喋らなかったサーフが喋るのも特徴である。ありがとうございます。